よーし。みんな、知ってるかもしれないけど、今日はアキトの誕生日なんだ。ここにいるみんなでお祝いして、アキトを驚かせたいんだけど、手伝ってもらえないかな？ふっふっふ。元気な返事、ありがとう。実はアキトくん、もうそろそろここに来るんだよ。来たら、みんなで一斉にお祝いしちゃおうね。もうそろそろっていうことは、トウヤたちもうまくやってくれたんだ。うん。さっき、先に三人でこっそり来て、もうすぐ来るって教えてくれたんだ。今は、あっちの方でスタンバイしてると思うよ。そっか。メイコも、ごちそうが用意できたって言ってたし。これで、サプライズの準備は完璧だね。きっと、アキトもびっくりするよ。あっ！おい、トウヤどこだ？あいつら、先に声出ししてるっつったくせに、どこにいるんだ？あっ！アキトちゃん！の、レン？リンも一緒か。こんなところで何してんだよ。まあまあ、私たちのことはいいかな。それより、ちょっと、こっちに来てくれない？の、なんだ？急に怪しいな。怪しくない怪しくない。それよりさ、あっちも見てくれない？あっちって、一体何が？お？みんな、行くよ！せーの！誕生日、おめでとう！やったー！サプライズ大成功！マジかよ。いつも賑やかだが、にしてもこんな数集まるとは。なあ、いや。ありがとな、リン、レン。集まってくれたお前らも。おめでとう、シノノメくん。おめでとう、アキト。すごい歓声だな。よかったじゃん、アキト。ハッピーバースデー。あ？お前ら来てたのかよ。つうことは、ずっと隠れて見てやがったな。すまない。だが、レンたちのサプライズは楽しかっただろ？まあそうだな。こんな風に祝ってもらえるなんて思ってなかったし、正直嬉しかったな。リンちゃんとレン君、前から頑張って計画してくれてたんだよ。だからこそ、サプライズがバレてしまわないかと、少し緊張したな。言われてみたら、お前ら怪しい動きしてたな。急に、先に行って声出ししてるなんて言い出して。でも、声出しはちゃんとしてたんだよ。嘘ついたらバレそうだからさ。あ？喉が温まってるなら、今から俺と歌わない？誕生日ライブってことで。え？それなら私も歌いたい。へへー、こういうのは早い者勝ちだろ。ずるいずるい、レンってばずるい。ったく、それくらい順番で歌えばいいだろ。え、本当？じゃあ何歌うか考えておこう。
までね。じゃあね、歌うか。トーヤたちも付き合うってことでいいんだよな。ああ、もちろんだ。やったー！それじゃあ、曲は？あ、あれがいいな！な、あれだな。それじゃあ行くぞ。チルドレンレコード。お前ら、ありがとな。ねえねえ、アキト、俺の歌いたかった曲、なんでわかったの？ま、お前ともそれなりに長い付き合いだからな。サプライズ返しってところが？ええー、あ、はは、さすがアキト、かっこいい。じゃあ次は、みん、曲は決めたか？まだ考え中。あ、待って。やっぱり、メイクのお店に行かない？ミクたちとも一緒に歌いたいし、メイコのごちそうも食べたいし。遊んでる時間はねえが。ま、ごちそうまで用意してくれてるってんなら、顔出した方が良さそうだな。そうと決まれば、メイコさんのカフェに出発！おー！レッツゴー！ああ、悪いお前ら、先に行っててくれ。すぐ追いかける。今日は集まってくれてありがとな。こんなに盛大に祝ってもらうってのも、なんつうか、少しむずがゆいが、思ったより嬉しいもんだな。これからも気合い入れて歌うから、また見に来てくれ。絶対に退屈させねえからな。さて、
あいつらをあんまり待たせるわけにもいかねえな。今日はマジでありがとな。そんじゃ、また。